って祝日の朝に J アラートの警報が鳴ったということで驚いた方も多かったかと思います、はい、街の人からはこんな声が聞かれました。地下がない建物しか周りにないので、家の中ではやっぱ地下じゃないし、できることあんまないかなって思いました。どこに逃げたらいいのかもわからないし、すごい不安な気持ち でした。いや、まあ、確かに皆さんおっしゃるように県内ですと地下がある建物って割と少ないですよね。そうですよね、この J アラートを見たり聞いたりしたときには取ってほしい行動というものを内閣官房が発表しています。こちらです、はい、まずは屋外にいる場合は近くの建物の中か地下に避難してください。建物というのはできればコンクリート造りなどの頑丈な建物がいいということです。はい、次に屋内にいた場合は窓から離れるかできれば窓のない部屋へ移動してください。これは爆風で壊れた窓ガラスで被害を受けないようにするためです。もしもすぐ近くに頑丈な建物があればそちらへ避難してください、はい、さらに建物がない場合は物陰に身を隠すか地面に伏せて頭を守るようにしましょう。落ちてくるのはミサイル本体とは限らず破片や部品かもしれません。爆風や破片などから身を守るための行動が必要です。そして車の中にいた場合はガソリンなどに引火すると危ないので離れるようにしてください。ただし高速道路など車から出ると危険なときは車を安全なところに止めて車内で姿勢を低くして行政の指示があるまで待機してほしいということです。まあ、ですから状況に応じた避難行動を取るということが大事なわけですよね。そうですね。北朝鮮はミサイルの発射を繰り返していていざというときに危険を回避するための知識と心構えますます必要になっています。ここまでミサイルの発射に関する情報をお伝えしました。